4回の裏盛岡中央の攻撃へと入っていきます。この試合の解説は富士高校野球部 OB で社会人野球でも活躍されました足口武さんにお願いしております。足口さん、菊池も2点リードとなってここはもう気持ちとしては非常に余裕が出るんじゃないですか。そうですね、田崎君からですからね、ここ先頭バッターを抑えたいですよね。左バッターは好調の4番田崎です。今のも144キロが出ています。ただ3ボールとなったのはこの試合菊池初めてです。フォアボールです。先頭バッターの田崎フォアボールでノーアウトランナーは1塁です。先ほど変化球を打たれましたのでまっすぐで全部勝負したんですけどやや力入りましたからね、ここは送りバント しますが入っています。ファールではなくて送りバント決まりました。ワンアウトランナーは二塁です。さあそして盛岡中央としては6番7番と、まあ、下位打線ですけれどもここはどういった攻撃をしてきますでしょうかね。ワンアウト二塁ですから先ほどですねライト前にうまく打ってる中島君ですから、はい、まあ、ここはおそらく打たせてくると思うんですけどね。セカンドの柏がかなり深い位置を守っています。ボールをこぼしたがキャッチャー追いついて二塁送球田崎は戻ります。二塁ランナーは4番俊足の田崎です。キャッチャー千葉雄介強肩。菊池とは小学校からバッテリーを組んでいます。高校最後の夏菊池千葉のバッテリーです。セカンド柏場二塁ランナーは三塁へと向かっています。ツーアウトランナーは三塁となりました。今の柏場も軽快なステップ そうなんですね、アウト一つ取りましたよね。難しい当たりなんですけども軽快ですね。さあ2アウトランナー3塁となりました。バッターは7番の畠山です。代打ですね。代打に大向かいです。大向かい君ですね。前の準々決勝の福岡戦でも代打で起用されて貴重な内野ゴロで1点返しましたよね。思い切りがいいですよね、はい、1年生の大向井です。初球から振っていく。ここも大向井積極的なバッティング。体もいいですよね。ツーストライクノーボールと追い込んだ菊池雄星。3対12点リードされた後の盛岡中央4回裏の攻撃。一塁二塁間抜けた。三塁ランナー田崎ホームイン。3対21点を返した盛岡中央。大向かい素晴らしいバッティング。ここも出ましたね。そうですね、ちょっと2ストライクまでですね、空振りを見てちょっと菊池雄星君
安心しましたかね。ちょっとストライクを取りに行きましたね。ツーアウトランナーは一塁となっています。初球打ち、これはボテボテ、セカンド柏場を抑えます。スリーアウト。4回の裏、ただ盛岡中央高校は7番畠山のところ、代打に大向1年生の大向を起用して1点を取りました。3対2となっています。